我々は新型戦艦木馬と木馬に搭載された3タイプのモビルスーツこそが V 作戦の正体であると考えていました。しかし調査の結果、これらの兵器が実戦データの収集を目的とした試作機に過ぎないことが判明したのです。つまり V 作戦の真の目的とは、これら試作機による実戦データの収集と運用方法の確立、そのデータをフィードバックしたモビルスーツの量産化ではないかと推測されます。それを裏付けるように木馬の出現に前後して、前線では連邦製モビルスーツの目撃が相次ぎ、すでに量産化に成功しつつあるとの情報も入っています。これが我々が突き止めた V 作戦の全貌です。今後私がガルマ大佐、ガルマ中将に代わり基地司令として北米方面軍の指揮を取る。ガルマ様の死は誠に残念なことである。だが悲しんでばかりもいられない。我々はガルマ様の志を継いで連邦に勝たねばならないのだ。さて、貴様らの隊にはオデッサの支援に向かってもらう。オデッサ地区を担当されているマクベ司令より支援の要請があったのだ。司令の入手した情報によれば、どうやら敵はオデッサに大部隊を集結させようとしているらしい。これを裏付けるかのように、アジア地区で大規模な部隊の移動が確認されている。これを迎え撃つため我が軍もゴビ砂漠に部隊を展開中だ。そこで北米方面軍からは貴様らを増援部隊として派遣しようというわけだ。残念ながら戦線が拡大しきっている状況で、貴様らの部隊をガウで送り届ける余裕がない。この基地を接収することで建造に着手できたユコン型潜水艦を使ってもらう。早速だが出撃の準備を頼む。それから気をつけて新しいパイロットが配属された。以上。我々は明日目的地に飛行する予定だったが、状況が変わった。すでにゴビ砂漠において敵との戦闘が始まっており、我が軍の第三物資集積基地が包囲を受けていることが分かった。最も近い位置にいるのは我々だけだ。友軍の危機を知りながら見捨てるわけにはいかない。そこで上陸して陸路集積基地に向かう。任務の目的は味方の増援が到着するまでの間、同基地の守備隊を支援しつつ基地を守り抜く。まず敵の包囲網の後方から突入、包囲の最も薄いところを破って味方と合流する。情報によれば発電施設が敵に奪われているらしい。そこで施設を奪取し基地の機能を復旧する。施設を占拠している敵を排除すれば、後のことは基地要員がやってくれるはずだ。発電施設が復帰すれば基地施設の機能が回復する。包囲を突破し基地の機能を回復させたら、敵の指揮車両を直接叩く。敵の指揮系統を奪い基地を死守することができれば、戦意を失った敵は引き上げるしかなくなるはずだ。現在敵のモビルスーツは確認されていない。だがこれまでの戦闘で敵がモビルスーツを投入していることは報告されている。両肩にキャノンを搭載したタイプのモビルスーツで、このモビルスーツの長距離からの攻撃により我々の防衛ラインは各所で寸断されたようだ。このモビルスーツを増援として派遣してくる可能性は十分考えられるので、短期間に決着をつけることが重要。
我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いな、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれた。国民よ、悲しみを怒りに変えて盾よ国民よ、我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそが人類を救いうるのである。ジーク・ジオン。上も無茶を言ってくれるものですね。もっとも今の戦力で味方を助け、さらに持ちこたえるにはこれしかないとは思いますが、作戦ですが、まずは防備の弱いポイントを一気に突破して基地守備隊と合流する。その後は敵に抑えられている施設を奪還して基地の機能を回復するチームと、司令部に強襲をかけるチームとに役割を分けて同時に進行させた方がいいでしょう。基地の機能を完全回復させてから敵の司令部の攻撃に移るのが確実なのは分かっていますが、敵がそこまでのんびりと待ってくれるとも思えませんし。そういまいましいですが、やるしかないでしょう。敵が予備戦力を投入してくる前に片付けたいものです。特に新型のモビルスーツとやらに出くわす前にね。いつからか分からねえ味方の支援なんかに期待をしていたら、命がいくつあっても足らねえですからな。俺たちだけで一気に仕掛ける。はい、ミッキー、いきなり二の重い仕事だが。大丈夫ですよ、今日まで親父さんにこってり絞られましたからね。任せてください。任せてください、大丈夫ですよ。敵の目は基地に集中しているはずです。ですから予期していない背後から我々が出れば混乱もするでしょうし、突破は可能だと思います。ですが、いけない、悲観的に考えていてはダメですね。基地を守っている兵も味方の増援を期待して頑張っているのですから。大丈夫、きっとうまくいきますよ。リースワガーであります、よろしくお願いします。総長、今まではどこの戦線に。アフリカ戦線であります。向こうはどうだった。ひどいもんです。そうか。前期突入開始。まず味方守備隊と合流しろ。敵は背後に現れた我々に動揺するはずだ。混乱に乗じて敵包囲網を突破しろ。たかが通期のモビルスーツに混乱するとは。南部の各司令官に混乱した指揮系統を正常化させ、背後に迫るモビルスーツ隊に攻撃を集中させろ。混乱状態から回復すると厳しいことになります。できるだけ急いでください。
作戦の第二段階だ。くそ、何をやっているんだ。発電施設の敵守備隊を撃滅。基地要員が復旧作業に向かいます。圧倒的に上だ。一気に叩くぞ。総攻撃をかけろ。発電施設が機能を取り戻しました。基地施設の機能が回復します。照合した結果、間違いないようです。まずい。各チーム、指揮車両の破壊を急げ。主力部隊に打撃を与えた部隊だ。我々の戦力では太刀打ちできないかもしれん。指揮系統を破壊し、敵が戦意を喪失することにかけるしかないだろう。こちらエイガー少尉だ。ガンキャノン隊、攻撃を開始する。任せろ。俺たちが来た以上、ジオン野郎どももこれまでだ。行くぞ。敵は動揺しているはずだ。一気に指揮車両を叩け。敵を発見。
機、指揮車両の破壊を確認。敵が混乱しています。よし、各チームに次ぐ。この機を逃さず追撃せよ。ただし深追いはするな。作戦終了。増援部隊の到着まで警戒待機。補給基地を包囲していた敵は指揮系統を失ったことで撤退していった。我々の隊の戦術的な意義は証明されたのだ。だがそれは敵の大部隊のほんの一部を食い止めたに過ぎなかった。ジオン、連邦、双方の主力部隊はゴビ砂漠で激突し、激しい戦闘の末、我が軍の戦線は分断され、連絡と補給を断たれた部隊は孤立し、砂塵の中をあてもなくさまよった。戦局に不吉な影を投げかけつつあった戦いの後、ゴビの砂塵が全て飲み込んでいる。